で、ここ結構重さ感じます？後ろはそんなに感じないです。繋がるように さっきのこう走り出しくらい。あ、ほんとっすか。最後ペペ、あ、金髪なんだ。あ、髪髪もなんだ。ありがとうございます。あそこの柵にもたれかかってこうやってやってデータダウンの速度がすごかったんですね、はい、ここら辺から使えます。使うところは、うん、ここはもうちょっと近いところぐらいから、うん、戻ってまいりました。お願いします。本番3、2、1、スタート。このサイズが基本、最初はちょっとだけ、なんか違いみたいな、まあ、いいと思います。全部お想像増えちゃう。そんな選ばないで選びづらくなっちゃう。今ですね、2日間の新しいメイトの CM が、新 CM 撮影が終わりました。僕らが描くその100年後の未来のその社会っていうのはテクノロジーと自然がすごくこう一体化したものっていうのがなんだか気持ちいいバランスだよねっていう、水面下ですごくポジティブで前向きなエネルギッシュな力がこう結びついてきてると思いますので、それを変わらず信じて我々は前に進んでいこうというものを形にしました。この後皆さんにご覧いただきましょう。それではご覧ください。メイト久保塚洋介でした。先行ってるね。この星の走り方までデザインするメイト。